例は、韓国のキアが製造、販売している、キョンチャノ系トールワゴン。社名は、英語で、光や輝きを意味する。2011年11月9日、韓国にて発表。同年12月20日に発売をスタートした。同社のコンパクトカーである2代目モーニングと、プラットフォームを共有し、エンジンは、出力 78PS の、 カッパ 1.0MPI を搭載。サイズと排気量は韓国内での傾斜基準となる。エクステリアデザインについては日本でいうところのトールワゴンであり、助手席側に韓国車発のピラーレス構造のスライドドアを装備。キア車のデザインアイコンであるタイガーグリルについてはヘッドライトの一段下に設けられているため、一見グリルレスに見えるようになっている。 機能性については先日のスライドドアに加えてインパネシフトとシート内蔵のシートベルトを採用することで乗降性と操作性並びに使い勝手に配慮している。また ABS やエアバッグはもちろん VSM やヒルアシストコントロールカーテンシールドエアバッグ LED リアコンビネーションレンズも備えることでクラスを超えた安全性をアピールしている。グレードはガソリン バイフューエルとも、デラックス、デラックススペシャル、ラグジュアリー、プレステージの4種を設定。12月22日、電気自動車、レイ EV を発表。レイをベースに5 0ットのモーターと1 6 4キロワットアワーのリチウムイオンバッテリーを搭載、1回の充電で走行可能な距離は1 3 9キロメートル、そして最高速度は時速1 3 0トルを誇る。 なお、同社は観光庁向けに2500台が販売される予定となっている。2012年9月5日、1.0リットルカッパー、ターボエンジン仕様を追加。出力を 106PS まで上げると同時に、燃費を、なひ約9%、アップとなる 18.6km、L まで向上させている。2017年12月13日、マイナーチェンジし、ザニューレイを名乗る。 前後、レンズ及びバンパーのデザインを一新した。発表直後に、デザインやコンセプトが、ダイハツタントや日産、キューブに告示していると、韓国のネットユーザーや一部メディアから指摘されている。外見上のデザインは、キューブや、ホンダゼスト、ピラーレススライドドアのアイデアはタントに、告示しているというものである。さらに広告もタントに告示しているという指摘もある。 キアではこの車の発売以前の2010年、シカゴモーターショーにて、プラグインハイブリッドカーのコンセプトモデルとして、このモデルと同じ例の名を与えているが、こちらは全長 4400mm という中型車であり、名前以外に関連はない。ありがとうございます。